これステージはこれホリントンですね。ネルドハッサン。何て言いました？ネルドハッサン。で、曲が今なっているのはこれは相手に、エクシアで負けてしまう。なるほど。はい。そうですね。あの従来シリーズと同じく、原作のオープニングとか。なるほど。今のが今、はい。ということで入りました。名前が変わりましたね。ビエルソアーティスト。さあ。あなたか。はい。なんか相手の料金のポイントですかね。あれが映って出されてるのが特徴かな。確かに確かに。あと時期にダメージ受けると、時期のヒットポイントの自分にダメージ受けると、自分がどれだけ食らったかっていうのが、なかなか当たってくれないんですけど。おお、真鍋さん。おお、かっこいい。何？あ、今急降下したのがレオです。そうですね。はい。なんとか大丈夫です。大事なとこ、ブーストダイブでした。ブーストダイブでした。ブーストダイブは合ってました。あの急降下するのって前作だとポールビスあたりが使えた技なんです。今回そういったところは見事に意外と面白いは今猟奇ですからね。覚醒技ですかね。かっこいいな。なんだろう。また本当マキブとは違う。使えるんだ。あの PS4 ならでやから。そういうの。あのシューティングで決めんの。見せるな。そうですか。ちょっと超えたかった分になってるな。なんかやっぱり演出もすごく大きくなった気がしますね。はい、ステージの方は先ほどと同じで、はい、アルファ版はアルファバージョンではおっと、はい、ね、地獄に落ちるゲームやりますと、これパーとですね、シナンジュとランジュとガンキャノンですね。結構はい、曲はシナンジュのカラーで、ね、おーおーおー、盾いっぱいつけすぎじゃない？そういうガンダムなんですよね。なるほど、今出てきたのがアシストっていうか。そうですね。で、このゲーム、はい、フル HD で、フル HD、はい、フル HD で、60fps で、わー、ぬるぬる動くやつやば。おー、ライトニングギア出ましたね、今。どちらかというと射撃寄りのですね、ライトニングギアが弾数が回復して。おお、はあ、今覚醒中に撃墜されたんですけども、前のだとペナルティで落ちた時にもらえるボーナス分がもらえなかったんですけど、今回のそのペナルティはなし。あ、なしになったんですね。はい、ギリギリのタイミング、人々がギリギリでも積極的に使っていける。なるほど。今まではちょっと出し惜しみしてた部分とかがどうしてもひよっちゃう部分が、ちょっとまだ貯めといた方がいいんじゃないかっていう。これはありがたいですね。やっぱりなんかビームの色が綺麗だもんな。そうですね。周りはすごく全然違うし、このギア発動してる時の淡い色もすごい綺麗。ちょうどタイミング的に壊れるところがちょうど見えなかったんですけども、ね、真ん中の大きな建物が壊れていて、壊れてます。壊れ方も結構リアルにというか、今までと違う壊れ方ですね。さあ、ガンキャノン、みんな発動していく。おお。はい、かっけえな。